大丈夫かな。あいうえおかきくけこ。はい、それじゃあ今から、コナンツバキ対アキラテイガー、この二人に対戦してもらいましょう。最後にやったのか、いつだろうな、ま、マジいつだろうね、アキラさんマジいつだろう、本当にブルレボ以降本当にやってないよね。ブルレボ以来か。むしろブルレボはテイガー対ね、ツバキっていうことで、まあもうこのテイガーというか、これアキラさんね、これね、このバッケロ、おいしい、おいダメ、うるせえ、ごめん。あ、このマイク入ってますかね。あれ、安っ。OK。はい。じゃあ、軽く、電脳さんにも、ちょっと、この実況気味な感じで、喋ってもらえれば。はい。じゃあ、途中からではございますが、まあ、アキラテイガー対コナンツバキ。まあ、このカードはですね、このツバキがインストールゲージを結構貯めやすいカードではあるんですが、どう使うかが、まあ、かなりここでプレイヤーね、判断力が問われるところなんですけども、うん、そうですね。さあ、2本目、先制しているのはアキラテイガーだが、バーストは使っている、ニコ残しのコナンツバキ。さあ、すでにインストールゲージは3本溜まって、さらに溜めてマックスへ。さあ、D カズは、溜めるか溜めないかという意味合いがありますからね。さあ、ここで、5本溜めたんだけど、すぐ使っていきましたね。さあ、受け身からの、あ、こいつってつもりだ。こいつ。さあ、思わずこれはもう、こいつと。さあ、バースを使って。残り2個、さあ、ここでですね、テイガー戦いつも言ってますけど、ジェネ一発で、瞬間力になると。ラピッドから。おいいや笑いましたけど、これは一体。さあ。さあ、うまい。二段目を匂わすといての着地投げっすね。さあ、余ったインストールゲージをふんだんに追加。さあ、よかった。落ち着け。落ち着け。この落ち着け。はて、はて。さあ、これ、壊れ始めた。たまにちょっと小沢さん対戦中に壊れ出すんですけど、怒り出すか笑い出すかすると、ちょっとテンションがちょっとおかしくなってくるんですよ。なるほど。そんなことないよ。いやー、ありますよ。先日ですね、京都、阿長さんの、2周年、山本2周年記念かな、の大会に一緒に参加したんですけども、途中からこのモードに入りまして、やばかったですね、あの時のコナンさんは。金箔。これ、どこまで行く、うん、よいしょ。ミスったけど、どうすんなこれ。さあ、気まずい。非常に、おっと、おもとるところに、バル、おっと、こういう。さあ、ラピキャンして、ゲージを空っぽにした。ダッシュ投げに、登りジャンビが噛み合って、あきらが首をかしげながら、勝利しましたが。仕上がって。さあ、もう一本いこう、もう一本。ちょっとさあ、伸び取れます。コナン君、伸び伸びして、じゃあ、その間に、ね、この組み合わせの簡単な解説をしますと。お願いします。させねえ。いいね。いいですね、コナン。もうそのまんま言ったしね、もう。あ、じゃあ解説でもいいんですかね。やって。まあやはりというか、試合展開的には椿がゲージを溜めやすい状態ですね。そうですね。うん、なんですが。
ちょっと、小川選手、これを、まだ、先の試合、まず、生かしきれずに、裏の裏を、まあ、選び続けて、あ、それを読まれてしまった、という感じの試合展開でしたけども。さあ、このラウンドは、一方的に試合を運んでますね。バッチリ公式って言った。さすがですね、ここは。一本先制は、コナン椿。あー、お、これは反撃が難しいんですかね。厳しそうでしたね。立ち位だと多分間に合わなそうだし。さあ、この地上戦の風がね、これは本当にうまいんですよね。うん、特にそのバリアとかのシステムを使ってからの差し返しの風とか。おーおーっと、端まで持ってって、さあ3300取ってからの置き手には金馬。まずはこのラウンドを慎重に奪い返していきたいテイガー。さあ、どどどどど、結果だけ不正義。いい勝利だった。さあ、聖地の追加に勝利で割り込んで、これは相打ちか。相打ち。この磁力が消えるまで辛抱したい。雲行きが怪しくなってきた。残ったバーストをアキラテイガーはこの後使うのか、それともさあ全部下振って、これはさあ死ぬ。さあ使った、さすがに使った。対空ショーで、お、これ慎重に、ゲージアットそう、今ゲージアップ、あ最後はガーフですね、最大ためから。おそらく見てからバックステップをしようと思っていたんであろうが出なかったというか判断が遅れたのかな。難しいよね。最初今は初めてその B 対空結構あの先端で置いてたんだけど、初めてあそこで最大ためやってきたんで、うん、そうですね、うん、さあこれで1勝1敗になりました。3試合目、はい、確かに、そうです、今、アキラ君も、まあ、無言でそのままパパパパパッと次の試合だという感じで連コインをしていきました。うお、いいフォロー。さあこの投げが結構通ります。お互いに温まってきてますね。この組み合わせ結構ゲーセンじゃなかなか見れない。そうですね、あ、自分はあのコナンとホームが一緒なので、まあ、はいはい、たまに見ることがあるんですが、それでもやっぱり椿テイガーというカードはそこまで見かけないカードですね。やはりお互いにそのキャラ対策を考えてきてるっていう、そうですね、含めて、うん、珍しいカードだなと。確かにちょっとね、対策聞きたかったんですけどね。いや、させないさせないんで、そんな喋ってる暇があったら次だと。これかあれですかね、これ何戦、あ、そういうのやっちゃいます。いやでもあんま白黒つけたっていいんですかね。いいんですかね、させねえよ今すごい顔でこっちに見られましたけど、ね、ギロリっていう目だけでさせねえよって、ね、ちょっと言われたから。そうですね、ちょっと やめましょう。あ、じゃあエンドレスバトルみたいな感じでいやしかしコナン楽しそうですね。まあね、SOB の本戦だとこういうレベルの試合が常に続くってことですもんね、はい、そうですね、まあ、コナン選手はシングルもスリーオンも両方抜けているプレイヤーですが、まあ、その十何人の中の一人で45人の中の一人ですからね、このレベルがいっぱいいるんですよ、本戦は。これをね、一日中見れてこうエクステンドの最高峰の試合が続くっていうのはちょっともう本当自分的にもすごい楽しみで、はい、結構あの新作の開発で正直すごいあの忙しかったんですけども、はい、まあ、やっぱ
大会の様子とか、はい、そういう声がすごい聞こえてきてたんで、まあやっぱスタッフも結構励みになったみたいで、ありがとうございます。すごいありがたかったですね。ところですね、橋さん。はい。実はですね、私忘れてたんですが、決勝大会の概要を言うの忘れてたんですよね。ああ、実は。決勝大会の概要、じゃあまたちょっと対戦ある程度挟んでからの方ですね。そうですね。ちょっと対戦も見っちゃうんで、まあ。そうですね。さあ、今度は、コナン君、うつむいて、何かブツブツと唱えておりますが。唱えてないよ。そんな人、怪しい人みたいに言わないで。いや、いつもまあやってんじゃん。やってるから。マイクが割れてるそうなので、あ、石田さんの。失礼しました。ちょっと調整を。じゃあちょっとマイクを。R1 聞こえますか？R1 聞こえます。もうなんかね、さっきコナン君がツイッターで早速反応してるみたいなことを聞いてたんで、早くもね、場外乱闘みたいな感じ。まあやっぱあれですよね、先に組み合わせが分かってるからこそのいろいろありますもんね。そうですね。まあ抽選会、まあブルーレボの時もそうだったんですけど、はい、やっぱ予習できた方が面白いんじゃないのかな。おー、祈りは済んだようで。T シャツの。そうですね。14ブルーム本戦の時は少ないレジウスが1回戦の相手だったので、はい、これは練っていかないとなって思いましたしね。まあ、基本的にそのやっぱ格ゲーマー的には、ね、はい、まあ、自分ももともとやっぱ大会とか出てたんで、先に予習できるんだったらそっちの方がまあ甲子園っぽくて面白いのかなみたいなところもあったんで、抽選会をやろうと思ったらなんか予想外の方向に飛んでいったんですけど、いやなんか今さと言ってるうちにこの試合はアキラテイガがバーストを2個残して打つだけに体力残る2割まで、さあ、金馬1個を使わせ、うわぁ、今のはですね、D 線で裏に回ると見せかけて、ギリギリでラップダウンして、実は表という、択の。この2択見えないですからね。そうっすね。分かっててもなかなか。さあ、だがしかし、依然不利なのは、コナン椿の方だが、ちなみにマイクは大丈夫なんですかね。はい。マイクも復活したみたいで。うわぁ、使ったか、まだもうちょい話した方がいい。どうしようとか言ってる間に、これちょっとひょっとして足のひょっとしなかったどうしようかな。これ誰か、ちょっとね、今マイクの方も調整中で、途中で俺と変わらないとネクストコナンズヒントから逃げられないんじゃないか、これ。じゃあちょうどね、区切りのいい5試合目ということで、これ今、2-2。はい、2-2ですね。じゃあこれラストで。いいの、そういうので。テステステス。がっつりやりたいならゲーセンでやりゃいいんだ。どうでしょうか。どうでしょうか。割れてますか。オッケーですよね。オッケーっぽい。大丈夫っぽいですね。どうすんだよこれ。喋ってるとダメなのかな。まあちょっと様子見つつやっていきます。はい、ではさっきのマイク石田が持ってますが、また割れたら教えてください。あめうめー、いやー今うまっ、すーごい。お、これは一本先制は明らかに。またしても先週に引き続きやっちゃうんですかね。やってしまうのか。え、死んだどうすんだこれ。でも今日、はい、ゲット BT シャツも着てるので、戦闘力は間違いなく上がってますからね。あ、このやつ着ればテイガー強くなると。そうですね、まあゲット BT シャツ着れば、はい、2回転のスピードが少しぐらいは速くなるかもしれない。なるほど。
じゃあ、テイガー使いの筆記アイテムということですね。そうね、あの、明日、あの、電撃隊の方でも、はい、販売しておりますので、はい、ぜひともお買い求めいただければと。よろしくお願いします。お、お、これは、噂の。さあ、こっから。そこで使ってしまった。バリアが出なかったよ。いや、カメラないから今完全に背中を見せようと思ったんだけど、時戸さんばりに背中向けようと思ったんだけど、カメラに向けてゲットビーポーズね、したんだけどね。じゃあ次のオーガのポーズ取って、オーガのポーズ、はい、俺は B 配置です。